こちゃーす。中までたっぷりちはやです。マリオカート8やっていきましょう。高齢と部屋ですね。5万とか3万とかがゴロゴロいる部屋。勘弁してくれよな。ゴロゴロしてるのはカレーの野菜だけでいいんだよ。うわ、当たってみや。当たったかなと思ってちょっとわーいって言おうとしたんだけど。あぶね。コイン貯めないとやばいっすよね。もうここは行くしかないっすよね。あぶね。あぶねえ、誰か当たってくれたぞ。ここら辺。やばいだろ、ノーアイテムで走ってるとか変態かな？変態だな、これは。これ一番まずいことしますよね。なんだかんだ当たんなかったけど。あー、これ。ここで使うじゃん。加速すんじゃん。坂道も加速したいじゃん。あー、来ちゃったか。お、なんか俺をスルーしたんだわ。あ、今のタイミングわかんないっしょ。さあ、うわ、また、落ち着け。ここでサンダーフロスじゃん。キノコ使うじゃん。まだわかんない。まだ参るかもしれない、これなら。まだ参るか。参るのか。参ないのか。参えた。参えたんじゃないか。参えたー。サンダーだ。サンダーの後、キノさんで助かりましたね。その後もう、3つしか曲がり角なかったんで。いやースマッシュブラザーズ。まずは1位からスタート。さて、参りましょう。吉井咲人。ワン、ゴー、参りましょう。ちょっと話題持ってきたんですよ。今世界で最も稼いでる、あ、ぶね、稼いでる、うーん、スポーツ選手は誰か。シンキングタイムスタート。ちなみにサッカー選手です。2位もサッカー選手だった。うわっ、あ、よくかわしたな今。どうするこれ。やっと投げてくれたね。あぶね、あ、やべ、やらかした。かわいそうに2つ赤コーラ受けたのこの人になっちゃいましたね。まあそんな一生懸命まだ泣けなくても大丈夫。あ、オッケー。じゃあここで行きましょうか。え、なんかすっげー詰まってんな。なんだなんだ。え、嘘だ。俺は赤コーラなのか。みんな出てきたね。この辺みんなキノコだったんだ。ということは1位。今さ、いや、いきなりだけどね。ほっ。ああ、ありがとう、押してくれて。クリスティアーノ・ロナウド。約100億。面白いでしょ。100億。おー、サンダー振った。これはありがてえ。さあ、これで距離が空くかな？今のはわざと引きに行ってます。さあ、得意コースだからね、しっかり勝っていきたいですよね。2位はメッシ。90億。トゲか。あ、でも、2位も潰れてくれたな。あー、こんなもんか。キラーに当たっちまったな。そうだよね。あ、相手を取れなかった。単純な総力勝負。あ、キノコ取れない。やめて。あーあーもったいね。なんだ今の。キノコ取ろうとしたら全然モートンが俺の思う通り動いてくれねえのよ。なんすか今の。ガキの使いか、ほんとに。なんすか今の、ひどすぎるよ俺。ほんとすいません。エキサイトバイクか。参りましょう。一個前のレースの話の続きなんだけど、書き込んであるスレには、日給が書かれてて、つまり年収。あ、ダメだ、溜まってねえ、これ。おっと、年収が1000万。ん？年収が100億？
で、日給が3600万って書いてありました。あの100億ドルだと思うんで、え、ドルかな、わかんない、もう一回ちゃんと見ないとわかんないけどとにかくとんでもない数字ですよね。日給3600万って書いてありましたね面白くね意味わかんないよねあ、結構距離離れてますね。なんで前に投げたこの人変態かなね。おっと、豆腐さんがメガホンですね。俺未だにあれ集まってなかったんだな。もう後ろから攻撃が、まあアイテム交換させませんよって感じですかね、できるとすれば。あ、これまずい、あー、やめましょう。え、赤コーラちゃんどこ行った、うわうわうわ、もう一個後ろにも赤がいたかあ、こいつか、あぶねえいやでも人多分大丈夫だと思う。他の人が多分身代わりに。まあもうこの、え、なんで投げないんだろうね、それにしてもあ、投げましたね。あとはもうこのキノコでなんとかするしかないかな。俺は2人は抜けそうですよね。さっきやりたかったのはこういうこと。うん、最近これができるようになってきたんでね、結構ここぞって時に距離を縮めることができるようになってきましたね。やっぱできることが増えてくると戦い方もバリエーションが増えてくるというか。さてピーチサーキットですね、参りましょう。ゴー、一個前ミュートシーだったんだけどね、あまりに展開がなさすぎて動画にしなかった、切っちゃいました。いつもここでなー、負けるんだよなー。あんな吹っ飛ばされ方するか。まあ後ろが SS だったっていうのもあるけど、結局1位戦線から外れちゃうんだよな、こうやって。これだけねー、これをなんとかしたいっすよねー。こっちのこ、おお、焦る、さすがに焦る。まあ2個取っといたらこうかな、ボム兵か。あ、これやばい、うわー、当たると思った。赤コーラじゃない、おー怖っ。うまいことボム兵が当たるような場所に先に移られちゃいましたね、あっちよね。でもね、ここでキノさん引いたの大きいっすね。そんなに距離差ないし、あぶねー、ちょっと怪しかった譲れ、譲るんだ、うわー、俺のキノさんが、あ、違う、1位落とさんか。しかもさ、即落ちたからすっげー戻されてんね。これは効きましたね。ある意味トゲみたいなもんだからね。お、キノ1、よいしょ。じゃあ俺は前に出させてもらおうか。さっきからトゲが効けないんだよね、この部屋。うわぁ、ここのイカきついなぁ。後ろの方にミド2が、ミド3がいますね。あ、タブタマなかった。こういうのできるようになってから結構距離が開くようになったんですよ。やっぱこういうのやんないとダメだね。もうここら辺からは多分ちゃんとこういう練習もやんないと勝てない。そろそろ。その練習する時間がな、マリオメーカーとかもあるから。あ、やべ、あ、しまった、おー、ラッキー。今はスターで抜かれて、あ、ミラクレイト引いてたのか。あ、もう完全インハしてたからさ。で、俺ターボを溜め損なってたじゃん負けたと思ったんだけど、あれでしたね。後ろもミスってくれてた。エレクトロニカル、違うな。コース名が出てこない。エレクトロニカル、違うか。
とりあえずこのコースの BGM めっちゃ好き。いいよね。SS で抜かれない。OK。逆に SS で抜き返す。OK。吹っ飛ばしましたね。逆に SS を捉えた。あ、抜かれた。しまった。しかも俺こっち来ちゃった。あ、でもこっち悪くないかも。コインがいっぱいある。コインが3枚取りやすい。廃墟者ニコラスとの距離はそんな縮まって広がってないですよね。おう。これってやった方が早いのかな？なんか違う。早くなってない気がするんだよね。わかんねえや。このままいきます。この距離感じゃアイテム交換してもそんなあれがない気がする。あったあったあった。はっ！当てた？神かな？けど俺も後ろ側から引いちゃってたから。でも当ててなかったらもっと距離開いてたわけで。今神ったな。効果！素晴らしい。うん。あ、連打しちゃった！バカチ！あー。あー後ろが緑コーラなんですよ。オッケーオッケーオッケー。見といて正解。あー跳ね返り、そんな、やめて、ここら辺やばい。あぶねー。あー、廃墟者どっか行っちゃった。さあ、こっから何ができるかな。神バナナはあったけどね。トゲか、絶望。いやでもね、ちょっと距離的にきついかもしんない。このまま1位独走ルートだと思うわ。うっ、その緑かわせないな。それは予期できぬ緑コーラだわ。ほら、トゲ受けでこの距離ってやばくね。あ、今トゲ受けた？うん、3打、1位落とさんあってもちょっとここはきついかな。1個でも順位上げたいですね。ちょっときついかな、でも。あー、きつですね。ダメだね。あー、残念。いいプレイも結構あったんだけどな。なぜかメガホンを連打で使ってしまうというわけのわからない。あれがなければなぁ。もったいないですね、今のね。